次に、玉木雄一郎君、はい、あの再び質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。あの進藤先生に一問、足立先生に一問、えー、あの北川先生がです、ねまあ、今回、平和安全法制をやるときは、ぎりぎりいっぱいまで今の解釈をです、ね、限界まで広げたということでおっしゃってました。で、その解釈の中でやることとは何も変わらないということなので、いわゆる憲法事実ですね、立法事実なんですが、 その新たに何か、あの追加で何かをするために、あるいは制約を取るためにやるものではないということでよろしいでしょうか、あ,のあくまで違憲の疑いを解消するというのが今の自民党の案だということであって、その実体的な中身の変更はない、あるいはそれはしないということなのかということをお聞きします。で、足立さんに聞きたいのはです、ね、ちょっと曖昧だったので教えてほしいのは、その今までの解釈は維持すると。 ということをおっしゃったんですが、平和安全法制で認められた審査要件のうち、3番目の要件の必要最小限は変えるということなんですか、そこがよく分からなくて、しかも自民党以上に全条、つまり9条の範囲内でという明確なことを、これ、自民党以上に明確に書かれておられるので、その意味では現行の1項、2項の制約がより強くかかると思うんですね、自民党に比べて。で、その中で、でもその中でですね、 えー、解釈の変更もしないということなんですが、でも必要最小限の見直しは行う、事故でやった平和安全法制にはとらわれないというところが、あの素直に理解できないので、そこをちょっとご説明それではまず、新藤義孝君。